しょ。すやお寿司食べたいですな。お寿司食べたいね。お寿司オフですか。いけそうな感じしますけどね。行きますか、みんなで。行きましょう。ね。行きましょうよ。いいお寿司ですか。え、それは回ってるお寿司じゃなくて、回らないお寿司なんですか。回らないお寿司、高級なやつじゃん。そんないいんですか。ありがとうございます。あれあれ、いや、男気じゃんけんで負けた。いや、勝った人のおごりだから、うちの会社は。なんだって。そうだよ。え、社長、うちの会社はそういう会社だから。え、どういう会社ですかそれ。やっぱその先輩がおごるとかそういうのやめてこっていう取り組みにね、はい、やっぱ。なるほど、うん、なるほど。じゃんけんしてやっぱね、払うべき人が払うという運命に委ねるのがうちの会社のやり方だからね。そうなんや、それがお前のやり方か。そうだよ。そうだよ。じゃんけんはどうやってじゃんけんですか。ここでこうじゃんけんなんですか、それとも角巻きじゃんけんですか。ね、やっぱりね、誰が払うか決まってると食べる量考えちゃうだろうから、食べ終わった後にじゃんけんします。リアルだな。やっぱね、社長すごいな。社長が勝ったら遠慮なく食べちゃうでしょ、みんな。なるほど。なので食べ終わった後にじゃんけんします。やはり、それは地獄が見る可能性はあるけど。そう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 、やっぱ思いのまま食べた後にちゃんとじゃんけんをしようね。あんまり怖いなって初めて思っちゃいました。そこで。はい。まずいですよ、社長。まずくないよね。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録、うん、お願いします。お願いします。